さぬぞ。私は決して藤原を、いや、この国を許さぬ。必ず滅ぼしてくれるわ。また長屋王の夢か。兄上、長屋王を討ったことは正しかったんだろうか。今さら何を言っておる。最近あの時の夢を見るんです。燃え盛る長屋王の屋敷と悲痛な叫び声、そして悪霊のような長屋王が迫ってくる姿を。馬かい、顔色が悪いぞ。少し働きすぎなんじゃないか。長屋王が妖術を使うって話、本当に作り話なんだよな。当たり前だろう。あれは東人が考えた嘘の噂話だ。そうだよな。ならいいんだが、少し休んだ方がいい。お前の担当分はマロにでも振り分ける。いや、大丈夫。そうか。あんまり無理はするんじゃないぞ。ここからが我ら藤原四兄弟の正念場なんだ。一人でも欠けるわけにはいかん。分かってるよ。長屋王の変の後、権力を握っていたのは藤原氏でした。しかし735年、藤原氏に不穏な影が忍び寄ります。聖武天皇、西で流行っている病の被害が予想を超えてまいりました。そのため太宰府より趙を免除してほしいという要請が来ておりますが、いかがなさいますか。許可しよう。承知いたしました。では早速伝えてまいります。よろしく頼む。735年に九州北部で発生したと記録されている病は天然痘でした。天然痘ウイルスを病原体とする感染症の一つで、飛沫や接触により感染します。発熱や頭痛などの初期症状と白色の豆粒状の急疹が生じ、全身に広がります。そして最悪の場合は呼吸困難で死に至るのが特徴です。可能性として県白石市もしくは県東市が感染源であると伝わっています。兄上、流行り病の被害が拡大しております。どうやら平城京に帰還した県白石市により病原体が持ち込まれたようです。なんてことだ。本格的に動き出さなければいけないようだな。長屋王のたたりなのでは。馬鹿げたことを言うでない。あれは嘘じゃ。聖武天皇のところに行ってまいる。本当に嘘なのか。父上、顔色が悪いですよ。王を広継ぐ。大丈夫だ。少し疲れが溜まっているだけだ。ならいいんですな。流行り病のこともございます。決して無理はなさらないように。分かっている。体が熱く重い。まさかな。申し上げます、流行り病の被害が拡大しております。おそらく150年前に流行った病と同じかと。急に対策を講じなければ被害はますます甚大なものとなります。私も今そのことでお主を呼ぼうと思っていたところだ。急に民に注意を促そう。承知いたしました。ではちょっと待て、ムチマロよ。はい、何でしょうか。今ふと頭をよぎったのだが、この流行り病、長屋王の怨念ということはないか。どうでしょうか。その可能性があるのであれば、すべての可能性を視野に入れた上で対策を講じます。急を要するため、私はこれで失礼いたします。怨念などあるわけがなかろう。すべて嘘なんだから。天然痘は瞬く間に日本全土に広がり、わずか2年間で当時の人口の約3割にあたる100万人以上の人が感染により死亡したと伝わっています。朝廷でもほとんどの有力者が感染し亡くなってしまいました。有力貴族である藤原氏も例外ではありませんでした。
無念だ。このわしが流行り病などにかかってしまうとは。橘の呪いがこの好機を逃すはずがない。これではまた皇族中心の政治に戻ってしまう。なんとかして直さなければ。なんとかして。藤原の不人の長男、藤原の六麿シス。広継ぐ、あとは頼んだぞ。藤原を任せられるのはお主しかおらん。父上、頼んだぞ。父上、父上。737年、藤原獅子と呼ばれた六麿、房崎、馬飼、麻呂が全員亡くなってしまいます。疫病自体は738年に収束しましたが、藤原氏の勢力は衰え、代わりに皇族出身の橘の諸江が台頭してきました。橘の諸江よ、そなたを大納言に任命する。承知いたしました。これは応急処置である。すぐに大臣に任命をする。そのつもりで精進してほしい。この橘の諸江、神明をとして聖武天皇の補佐をいたします。よろしく頼む。大納言止まりでしたか。諸江様は能力だけで言えば地大上官時の鈴鹿王よりも上だと思いますが。長屋王の霊を鎮めるためであろう。兄弟である鈴鹿王に少しでも上の位を与えることによって許しを請うているのだ。何の意味があるんでしょうかね。さあな。それよりも玄房はどうした。すでに復興のために動いております。せっかちな男だ。マキビオ、これから忙しくなる。くれぐれも疫病で死ぬんじゃないぞ。承知しております。皇族出身である橘の諸江は738年に右大臣に任命され、国政を担当していました。諸江は唐に渡った経験のある学者吉備の真吉備と僧正である玄房とともに聖武天皇を補佐しました。しかし急激な出世を面白く思わない者もおります。私は藤原氏を託されたんだ。橘の諸江に大きい顔をされている場合ではない。手始めに吉備の真吉備と玄房を取り除かなければ。奈良時代は藤原氏と皇族が交互に政権を担当した時代でした。このことからいかに激しい権力争いが行われていたかがわかります。さて次回の百花繚乱歴史伝は、藤原の馬飼の子藤原広継が政権を取り返すために起こした反乱、藤原広継の乱にスポットを当てたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。